8月25日おじさま、ジャービーお坊ちゃまが来ました。私たちはとても楽しい時間を過ごしています。少なくとも私はそうですし、きっとジャービーさんもそうだと思います。ここに来て10日になりますが、帰る様子はありません。センプルさんの奥さんは恥ずかしいくらいジャービーさんを甘やかします。幼い頃もあんなに甘やかしていたとすると、どうしてこれほど立派な方に成長したのか私には分かりません。ジャービーさんと私は建物の脇のポーチにしつらえた小さなテーブルで食事をしたり、木陰で食事したり、雨の日や冷える日には一番いい客まで食事をしたりします。ジャービーさんがあそこで食事をしたいと決めると、キャリーがテーブルを持って急いで後をついていきます。とても手間がかかったり、遠くまで料理を運ばなければならないような時は、砂糖入れの下にキャリーのための1ドルが置いてあります。ジャービーさんは一緒にいて本当に楽しい方です。でも何気なく見たらとてもそうは思えないでしょう。初対面ではペンドルトン家の男性の見本のように見えますけれども、実際はそんなことは全くありません。これ以上ないほど飾り気がなく、態度の変わらない優しい方です。男性のことを言うのにおかしな説明ですが、この通りなのです。この辺りの農家の人にとても愛想がよく、男と男という感じで接するので、相手はすぐに打ち解けます。農家の人たちは最初は疑わしそうでした。ジャービーさんの服装が気に入らなかったのです。ジャービーさんの服はびっくりしてしまうようなものです。ニッカーボッカーにプリーツの入ったジャケットに、白いフランネルにズボンの膨らんだ乗馬服。新しい服を着て降りてくるたびに、センプルさんの奥さんは誇らしげに目を輝かせて、ジャービーさんの周りをぐるりと回り、あらゆる角度から眺めて、座る場所に気をつけてくださいねと言います。服を汚すのではないかとひどく心配しているのです。ジャービーさんはそう言われるのにうんざりしています。そしてセンプルさんの奥さんにいつもこう言います。さあリジ、向こうへ行って仕事をしておいで。もう僕にあれこれ指図することはできないんだよ。大人なんだからね。あの背の高くて素敵な足の長い男性が、ジャービーさんはおじさまと同じくらい足が長いのです。センプルさんの奥さんの膝に座って頭をきれいに洗ってもらったことがあるなんて考えるとおかしくなります。しかもセンプルさんの奥さんのお腹を見たらますますおかしくなります。今ではお腹は2段で顎は30です。けれどもジャービーさんの話では、昔は奥さんも針金のように痩せていて活発で、ジャービーさんよりも足が速かったのだそうです。私たちはとてもたくさんの冒険を楽しんでいます。何キロも田園を探検し、羽で作った小さな面白い疑似餌で魚釣りができるようになりました。それからライフルと拳銃を撃てるようになりました。それから馬に乗れるようになりました。おじいさん馬のグローバーには驚くほど元気があります。3日間カラス麦を与えましたが、グローバーは子牛を怖がって、もう少しで私を乗せたまま逃げ出すところでした。水曜日、月曜の午後に私たちはスカイヒルに登りました。スカイヒルは近くにある山です。それほど高い山ではないようです。山頂に雪はありません。それでも頂上に着いた時にはかなり息が切れました。山裾は森に覆われていますが、山頂は岩が積み上がった荒れ地でした。私たちは日没を眺めようと頂上で待ち、火を起こして夕食を作りました。料理はジャービーさんがしました。ジャービーさんは私よりもコツを知っているからと言い、実際その通りでした。キャンプに慣れているのです。
その後、月明かりを頼りに山を降りて森の小道に入り、暗かったのでジャービーさんのポケットに入っていた懐中電灯を頼りに歩きました。本当に楽しかったです。ジャービーさんはずっと笑って冗談を言い、面白い話をたくさんしました。これまでに私が読んだ本はすべて読んでいて、その他にもたくさん読んでいました。本当に驚くほどたくさんのことを知っています。今朝は長いハイキングに出かけて嵐に会いました。家に戻る頃には服はずぶ濡れでしたけれども、私たちの気分は少しも湿っていませんでした。私たちが水を垂らしながらキッチンに入っていった時のセンプルさんの奥さんの顔をお見せしたかったです。まあ、ジャービー坊ちゃま、ジュディさんもすっかり濡れていらっしゃるじゃありませんか。まあ大変、どうしましょう。素敵な新しい上着がすっかりダメになってしまって。奥さんはとてもおかしかったです。私たちが10歳の子供で、奥さんはどうしたらいいかわからずに困っているお母さんのようでした。お茶の時間にジャムを出してもらえないのではとしばらく心配でした。土曜日、もうずいぶん前にこの手紙を書き始めたのに、最後まで仕上げる時間が1秒もありません。スティーブンソンのこの一節は素敵な考えだと思いませんか。世界はとてもたくさんのものがあふれている。我々は皆王のように幸せであるべきだと私は思う。本当ですね。世界は幸せにあふれていて、自分の方に来たものを受け取る気持ちさえあれば、みんなに行き渡るほどたっぷりあります。心がしなやかであること、そこにすべての秘密があります。それに田舎は楽しいことがたくさんあります。私は誰の土地でも歩けるし、誰の土地からでも眺めを楽しむことができるし、誰の土地を流れる小川でも水遊びすることができます。しかもまるで自分の土地であるかのように楽しんでも、税金を払わなくていいのです。今は日曜日の夜11時ごろで、私は美容のためにもう寝ているべきなのですが、夕食の時にブラックコーヒーを飲んだので、美容にはよくありませんがとても眠れません。今朝センプルさんの奥さんがとてもきっぱりした口調でペンドルトンさんに言いました。教会に11時までに着くには、ここを10時15分過ぎに出なければなりません。わかったリジーとジャービーさんは言いました。四輪馬車を用意しておいてくれ。もし僕の支度が間に合わなかったら、待たずに先に行ってくれ。お待ちしますと奥さん。好きに従え。ただし、あまり長い間馬を止まらせたままにしてはいけないよ。そして奥さんが身支度を整えている間に、ジャービーさんはキャリーにお弁当を用意するように言って、私には散歩用の服に着替えるように言いました。そして私たちは裏口からそっと出て魚釣りに行きました。そのせいで家は大騒ぎになりました。ロックウィローでは日曜は午後2時にたっぷりした食事をとります。それをジャービーさんは夜7時にするよう命じたのです。あの方は食事の時間を好きなように決めます。誰かが見たら、まるでこの家はレストランかと思うでしょう。そのせいで、キャリーとアマサイは馬車で遠乗りに出かけられなくなりました。けれども、ジャービーさんはその方が良かったのだ。そもそも、あの二人がお目付け役もないのに遠乗りに出かけるのは正しくないし、それに私を遠乗りに連れて行くために馬を自分で使いたいのだと言いました。こんなに愉快なことって聞いたことがありますか。気の毒なことに、センプルさんの奥さんは日曜に釣りに出かけた人は後で煉獄に落ちると信じています。ジャービーさんがまだ幼くて可愛いらしくて、奥さんの言うことを聞くときにもっときちんとしつければよかったと奥さんはひどく悔いています。それに
奥さんはジャービーさんを教会で自慢したかったのです。そういうわけで私たちは釣りに出かけ、ジャービーさんは小さい魚を4匹釣りました。焚き火で焼いてお昼に食べました。魚は先を尖らせた棒に刺して炙りましたが、しょっちゅうずり落ちて焚き火に入ってしまい、少し灰の味がしたものの、それでも食べました。4時に家に戻り、5時に遠乗りに出かけ、7時に夕食をとり、10時にもう寝なさいと言われ、こうしておじさまに手紙を書いています。でも少し眠くなってきました。おやすみなさい。私が1匹だけ捕まえた魚の絵です。おい足長船長、待て、やめ、ヨーホーホー、ラム酒だ。私が何を読んでいるかお分かりになりますか。この2日間私たちの会話は航海と海賊の言葉であふれています。宝島は面白いですね。おじさまはお読みになりましたか。それとも子供の頃はまだ書かれていなかったでしょうか。スティーブンソンはシリーズの版権として30ポンドしかもらわなかったそうです。大作家になるのは割が合わないですね。学校の先生になろうかな。私の手紙がスティーブンソンのことばかりなのをお許しください。今私の頭はスティーブンソンでいっぱいなのです。ロックウィローの本棚はスティーブンソンの本ばかりです。この手紙を書き始めてもう2週間で、そろそろ十分な長さになったように思います。おじさま、私が細かいことを書かないなんておっしゃらないでくださいね。おじさまもここにいらしたらいいのに。みんなで一緒にとても楽しい時間を過ごせることでしょう。私は方々のお友達同士にも知り合いになってほしいと思います。ペンドルドンさんにニューヨークでおじさまを知っているか尋ねたかったのですが、知っているはずだと思うのです。おじさまも同じ上流階級の社交サークルにいらっしゃるに違いありませんし、お二人とも改革とかそういうことに関心があるので。聞けませんでした。おじさまの本当の名前を知らないからです。おじさまの名前を知らないなんて、こんな間抜けな話はありません。リベット委員長からおじさまは変わった方だと言われましたが、その通りのようですね。愛を込めて、ジュディより。追伸。この手紙を読み返して、スティーブンソンのことばかりではないのに気づきました。ジャービーさんのことが1、2箇所ちらっと書いてあります。